通してほしいのです。サトコはもう意地悪なおじのところに戻る必要なんてないのですよ。おじさまと私は家族でございますの。一緒の家で暮らすことは当然ですわ。違うのです。おじやおばにサトコたちがどれだけ傷つけられたか、そんなのは家族ではないのですよ。お願いなのです。私が戻らないと大切なニーニの部屋をあいつに荒らされてしまいますの。ですからもう引き止めないでくださいませ。サトコ、学校には来るのですよね、僕と一緒に。ええ、朝境内の石段で待ち合わせしましょう。